はいというわけで初見さんがゲストも歓迎投げ銭スパチュア大歓迎来る者は拒まずパーカッションのワークショップをお届けします。高文がお送りしますよろし,くお願いしまますすよろく願いリズムとか演奏、えー、アレンジの際に用いられる言葉で結構ラテン系っていう言葉があると思うんですよ。ラテンリズムとかラテンなアレンジでやろうよみたいな <laughs> あのざっくりとしたあの言い回しがあると思うんだけどラテンってどこよって話じゃないラテンってどこだと思います皆さん。はい で日本でラテン系って言われる場合って、おおよそ3パターンあって、一つはブラジル、ブラジリアンリズム、いわゆるサンバとかバイオンとか、えー、そういったリズムですね。で、もう一つがアフロキューバン、キューバですね。パイレーツ・オブ・カリビアン、カリブ海の、まあちょうど北米と南米の中間ぐらいの、割と大きめの島国でございますと。 でこの辺の島国はね、非常にリズムが、えー、たくさんあります。で特にキューバは、まあ、コンガとかボンゴとかパーカッションがね、えー、盛んでございましたので、たくさんのリズムが生まれました。で、ここで、えー、やられている音楽およびリズムを結構アフロキューバンって言っております。なんでアフロかっていうと、えー、やっぱりその植民地時代にこの辺の島国っていうのは、スペインとかポルトガルとかフランスとかの 植民地だったわけで植民地時代にそのアフリカから労働力として黒人さんたちを連れてきたっていう経緯があります。で黒人さんたちはもともとアフリカで結構太鼓のリズムとか踊りとかね儀式とかをやっていて、えー、そういう文化とかその太鼓の叩く、えー、名残が各島国で発展していったっていう感じです。はい、で特にキューバがが、えー、いろんなリズムが 有名なんでアフロキューバンっていうねで3つ目は、えー、ヨーロッパのスペイン系のリズムですねフラメンコとかで使われるようなリズムが割とその日本だとラテン系と言われるんじゃないかなと思いますけどいかがですか <laughs> 皆さん合ってますか僕のイメージでラティーノっていうのヨーロッパの南の方っていうイメージありますねなんで結構その日本の楽曲ってあのもうそれ全部一色多なのね

ららっちゃってメロディーはなんかちょっとスパニッシュっぽいなみたいなこうごちゃ混ぜにするのが割とこう日本の特徴で結構日本は二次創作の文化なんでまあそういう感じになってますけど一応そのね3つがちゃんとこう区別できるといろいろ楽しいんじゃないかなと僕は思う。